次はどこに行こうか。ここ行ったしね。南口に行こうか。南口。南口に行こうか。俺は新宿駅南口へ向かった。俺は新宿駅の南口へとやってきた。時折吹く風が無防備な顔の周りを過ぎていく。肌寒さを感じるこの風も、今はまだ日の光のおかげか、体を震わせるほどの寒さは感じられない。だが、もう日が落ちるまでそう長くはないだろう。ビル風のせいだろうか、ここは妙に冷え込むな。どうする？見る。何を見る？周囲。もうなんか新宿観光になっちゃってるね。ぼんやりと赤く染まる空は行き交う人を急かすかのようだ。だが、人々は自らの意志で急かされているという様子はなく、行き交っている。自らが急いでいることすら把握していないのかもしれない。彼らにとっては急ぎ足こそが普通の速度なのだろうか。何を見る？こういう文章ってどうしたら思いつくんだろう。階段を見ます。2箇所に設置された階段には上下に向かう流れがそれぞれできている。ここを登ればもう改札の前だ。階段という限られた幅に行き交う人が流れを作り、その流れに乗るように人が集まり、流れをより大きなものにする。俺はその光景を見ながら自然と手がタバコの箱に伸びていた。もう一種の病気と言っても過言ではないかもしれない。気がつくとタバコに手が伸びてしまっている。何を見る？タバコを吸うのか？吸ってないのか？どっちだ？樹木を見ます。二つの階段に挟まれるように樹木が植えられ、それを目印として若者が集まっている。樹木は大きく枝を広げ、大きな影を映り出す、作り出す、ごめん、噛んだ噛んだ。木を守るためだろうか、周囲は柵で囲まれている。もう見るな、やめた。タバコを吸ってみようか、じゃあ。今はタバコは控えよう。控えるのか。 この辺りは人の流れも多い。マナーに欠けるような行為をするものではないな。まあね、そうだよね。じゃあ、誰か話せる？今話すべき相手はいない。じゃあ移動。誰もいなかったね。ここは行ったから。じゃあ、東口に行こう。東口に行こうか。俺は新宿駅東口へ向かった。俺は新宿駅東口にやってきた。赤みを帯びた空に間もなく落ちようとする日が、夜の時間までのカウントダウンをしているかのようだ。そのカウントダウンが終わるまで、そう長い時間はかからないだろう。どうする？見る。何を見る？周囲。日も暮れ始め、辺りは赤みを帯び始めた。日暮れまではそう時間はかからないだろう。さっきからそれをずっと言ってる。すでに暖かくなってきたとはいえ、夜にもなればまだ肌寒さを感じる。事務所に戻ったら一杯やるのもいいかもしれないな。何を見る？ビル群。色鮮やかな看板を掲げたビルがいくつも存在している。いつからかこの辺りのビルは大型電気店の姿が目立つようになった。ヨドバシとかね。休日はもちろんのこと、平日の利用者も多いようだ。何を見る？東口。この入り口から上に行けば駅ビル、下に行けば東口改札へと通じている。あまり駅ビルを利用することはないが、さまざまな店舗が立ち並ぶこの場所ならば、大抵のものが揃うだろう。また、ここから下には改札だけではなく、大規模な地下街が広がっている。地下街は靖国通りから広がっており、雨の日に駅に行く際など何かと俺も利用する機会が多い。
見るのはやめて、話せるかい誰か。話すべき相手はいない。じゃあ移動しよう。移動。どこに行く？みんな大丈夫？見てて楽しんでるかな？お姉さんは不安だよ。ここは事務所か。じゃあ、アルタ前に行こう。アルタ前に行こうか。俺はアルタ前広場へ向かった。俺がアルタ前広場にまで行くと、そこには見知った顔の警察官が立っていた。これはこれは、神宮寺さんではないですか。烏浜光一郎、すぐそばの新宿アルタ前交番に勤める。生真面目な性格で模範的警察官と言っても過言ではない。新宿会話に詳しく、調査の際にはたびたび世話になっている。またよく間違えやすいのだが、彼の名は鳥浜ではなく烏浜だ。私最初の方間違えたんだよね、ごめんね。今日はどうかされたんですか？どうする？話す。誰と話す？烏浜。何を話す？新宿のこと。調子はどうだ？は、人々が日々安全に暮らせるよう日々巡回に励んでおります。凶悪な事件が後を絶たないのですが、いつかこの新宿から犯罪を根絶してみせますぞ。そうか、ご苦労。どうやら相変わらずのようだ。何を話す？アルタ前のこと。そういえば烏浜はそばの交番に勤務しているんだったな。はい、何かお困りのことがあればいつでもお越しください。区民を助けるのが警察官の務めですからな。今は大丈夫だが、その際はまた寄らせてもらうよ。了解ですぞ。何を話す？最近のこと。なんか項目が増えた。最近何か変わったことはないか？変わったことですか？強いてあげるとすれば、本官がこの交番に勤める前から店を構えていた喫茶店が閉店したということぐらいですかな。本官も何度か立ち寄ったことがありますが、趣のある良い店でした。なんとも惜しい限りです。そうか。長年続いた店が消えてしまうとは、どの町でもよくあることだが、店を閉めるという選択はそれだけで悲しいものだ。それでは、本館は巡回がありますので、失礼します。ああ、またな。烏浜は人混みの中へと消えていった。俺はその背中を見送ると、喫煙スペースに移動し、タバコに火をつけた。ふう。吐く。白い煙、なんだっけ、白煙が風に舞い、空に吸い込まれるように消えていく。実況やってる人ね、多分わかると思うんだけどね、普段読める字が急に読めなくなる時があるんだよね。ごめんね。この一本が妙にうまく感じる。どうする？移動しよう。移動。どこに行く？まだ事務所行かん。じゃあ繁華街に行こう。繁華街に行こうか。俺は新宿の繁華街へ向かった。俺は繁華街へとやってきた。相変わらずの人混みに埋め尽くされる中、波を駆け分けるように急ぎ足で進む一人の男の姿を見つけた。こんなところで会うとは珍しいな。誰だろうね。いいんだけどね。もちろんいいんだけどさ。こんなとこにいるの珍しいね、確かに。神宮寺さん、ご無沙汰しております。随分急いでるようだが、何かあったのか？どうしたの、今泉。今泉の顔は明らかに曇っていた。だが、俺自身、
今泉が抱えてる問題に首を突っ込むほど野暮じゃないしな。それでは急ぎますんで、私は失礼いたします。呼び止めて悪かったな。いえ。今泉足早に雑踏の中へ消えていった。さて、俺もそろそろ行くとしよう。これだけかな、繁華街のイベントは。じゃあ移動します。どこに行く？靖国通りに行こう。靖国通りに行こうか。俺は靖国通りへ向かった。俺は靖国通りを歩く人々の流れから外れ、足を止めた。夕日が沈みゆく姿も、この濁った空の下では鮮明に拝むことは難しい。晴れた空の下でもうっすらと霧がかかったように空は揺らいでいる。霧？なんか字が崩れてる。霞かな？まあどれかだよきっと。この空も決して嫌いではないが、たまには霞のない、霞？霞？まなみ？のない空を見上げたいものだ。だからって出てくるわけではないか。見る。何を見る？周囲。昼と夜が入れ替わるこのわずかな時間でも人の流れが穏やかになることはない。足早に通り過ぎる人の流れに身を任せるように流れる人。通り過ぎる人に変化はあっても流れ自体にそう変わりはない。すでに当たり前となった光景だが、たまにはこうして足を止め、見ているのもいいものだ。何を見る？ビル群。軒並みを連ねるビルの群れは、フロアごとに異なる店が入り、利用客も相当数に上るだろう。外からでは店の様子まで伺うことはできないが、行き交う人も多い通りだ。利用客が多いことは容易に想像できる。何を見る？路上。道の端にはちらほらと車が止められている。片側4車線の広い道ではあるが、実質3車線しか通行のための機能は果たしていない。この辺りで路上駐車がないのは、一方通行の道か車の進入はできない道くらいだろう。もう見るのやめよう。じゃあ多分話せないでしょ。今話すべき相手はいない。じゃあ移動します。どこに行く？じゃあ花園神社に行こう。花園神社に行こうか。俺は花園神社へ向かった。俺は花園神社の境内で足を止める。赤みを帯びた光景の中、観光客や参拝者の姿が目に映った。中央に佇む赤朱塗り、赤塗りの社殿に引き寄せられるように人が集まる。目の前の靖国通りに比べれば人の数は少ないが、一人一人が足を止める時間はこの花園神社の方が長いだろう。誰もいないのかな。ニラサキとか見ます。何を見る？周囲。日も落ちかけたが、相変わらずの静けさが辺りを包み込んでいる。奥まった場所に存在するシャーデンの辺りまで来れば、都会の喧騒をひととき忘れることができるだろう。何を見る？鳥。赤い鳥居が時代を感じさせる独特の雰囲気を放つ。まだこの鳥居ができてから10年ほどしか経っていないのだが、この場そのものが醸し出す雰囲気のためか、長い年月を過ごしているような錯覚を引き起こさせる。何を見る？木々。高くそびえる木々が空を覆うように枝葉を広げている。境内を囲うように植えられたこの木々も、いわゆる陳州の森であろう。ごめんね、本当に。森というにはいささか規模が小さいが、
この新宿という都会の街にとっては十分な規模だろう。見るのやめよう。話せない？神とは話せない。今話すべき相手はいない。移動。どこに行く？もう回ったかな？なんかそんなに思ったほど人出てこなかったね。じゃあ、事務所行こう。この空の様子だと事務所に戻る頃には日が暮れるだろう。今日は随分人に会ったな。そんなあったかな。もう少しこの辺りをうろつくとまた人に会うだろうか。それとも日が暮れたらさらに誰かと会えるだろうか。俺はこの後どうするかを考えた。事務所に戻る？ああ、こういう感じなのか。じゃあ事務所に。もうでもね、夕方の中では歩いたからね。事務所に戻ってみよう。はい。事務所に戻ろう。俺は探偵事務所へ向かった。俺が事務所前に着くと、茜色に染まっていた空は漆黒へと色を変えていた。昼間と違い、辺りはひっそりと静まり返っているようだ。どうする？見る。何を見る？周囲。事務所のあたりは新宿の中ではまだ静かな方に入るだろう。時折通る人も足早に通り過ぎ、事務所の前で立ち止まることもない。ひっきりなしに依頼が来ても全ての依頼には答えられないからな。でも表に看板出してないもんね。じゃあ話す。誰もいない。ここでちょっとまた他に移動してみよう。だいぶ長くなっちゃったな実況これ。どこに行く？他の場所へ。どこに行く？さらに行けるよ。ほら夜やべえね。じゃあまたこっちから行こうか。夜の中央公園に行ってみよう。中央公園に行こうか。俺は新宿中央公園へ向かった。俺は新宿中央公園へとやってきた。緑茂る公園内も闇に閉ざされ、各所に設けられた明かりや遠方に望むビルの明かりがわずかに闇を払っている。緑生い茂るか。どうする？もうテキストが多すぎて急に読めなくなる。多分ね、人がいるときは急に会えるから見なくても大丈夫っぽいから、もうひたすら移動してみよう。移動。どこに行く？北側。公園内を少し歩いてみるか。トランペット違う、サックスの音が聞こえてくるかもしれないしな。俺は公園内を北へと進んだ。しばらく歩くと見慣れた一人の男が俺に声をかけてきた。いやあ、神宮寺さん、また何か事件ですか？ここに前田がいたか。夜か。前田明宏、新宿界隈に住むホームレスのリーダー的存在だ。そのせいもあってか、彼はホームレスの情報については非常に詳しい。俺にとっても彼は頼りになる情報屋だ。いや、そういうわけではないんだが。どうする？話してみよう。誰と話す？前田明宏。何を話す？最近のこと。どうだい？最近の調子は。どうでしょうね。どうでしょうね。質問に質問。どこへ行ってもあまりいい話は聞きませんが。そういえば、長岡のじいさん、覚えてます？覚えてる？長さんでしょ？ああ、長さんか。元気でやっているのか？それが、ついさっき、ひどい目にあったってぼやいてましたよ。何を話す？長さんのこと。詳しいことは聞かなかったのですが、突然若い男に突き飛ばされたらしいですよ。うわ、ひどいことするね。この新宿も物騒ですからね。そうだな。
それで、怪我はないのか？腰を少し痛めたようです。何を話す？長さんの場所。さっきも見かけたんで、公園内にいるはずですよ。そうか。長さんにもしばらく会っていないし、ちょっと顔を出してみるか。俺は前田に別れを告げた。じゃあ移動しよう。移動。どこへ行く？じゃあ南口に行ってみます。南側だった。南の方へ行ってみるか。俺は公園内を南へと進んだ。いやー、兄さん、今日はいい天気だな。あ、いたたたた。実は腰を打っちまってね。あ、いたたた。ところで兄さん、わしとどっかで会ったかの？どこかで会った気がするんじゃが。本名は長岡孝弘というが、本人自体長いことその名を名乗らず、俺は長さんと呼んでいる。新宿でホームレスをしていって何かと世話になっているのだが、なかなか名前を覚えてもらえないのが難点だ。神宮寺だ。おお、そうだそうだ、神宮寺さんだ。どうする？話す。誰と話す？長岡孝弘。何を話す？腰のこと。腰を痛めたと聞いたが、ひどい目にあったよ。本当に、本当にって何があったんだ？なんてことはない。いつも通り公園にいると。ん？なんだっけかな。ああ、そうそう。あれだ。チンピラ風の若い男がな、ものすごい勢いで走ってきたんじゃ。それ、キリュウちゃんじゃなくて、キリュウちゃんじゃないかな。その男はずっとよそ見をしながら走ってきて、わしに気づくことなく、そのままドカーンじゃ。そう、ドカーンじゃ。わしは5メートルくらい、いや、もっと遠くまで吹き飛ばされちまったんだよ。そんなに吹き飛んだら、ヒューガくんの強引なドリブルぐらいの勢いだけど。そん時、ひどく腰を打ちつけたらしくて、歩くのもしんどいくらいじゃ。まったくの。何を話す？男のこと。ん？どの男のことじゃ？ああ、男のことか？やっぱ桐生ちゃんかな。ずいぶんと慌てていた様子で、なんだかすごーくあたりを気にしているようじゃった。ああ、そうそう。あれは誰かに追われていたのかもしれんの。そうか。ひどい目にあったな。まったくだよ。詫びの一つでも入れに来ればいいんだがの。長さんはぼやきながらもその場を後にしていった。勝手にいなくなった。ふう、俺も行くとするか。どうする？じゃあ移動します。移動。どこへ行く？じゃあ西側に行ってみよう。西の方へ行ってみるか。俺は公園内を西へと進んだ。俺は中央公園の西側で足を止めた。色濃く闇が残る昔からの光景。公園内各所に設けられた電灯が闇を照らし出してはいるが、そのすべてを照らし出すほどの電灯はこの公園には備わっていない。闇を覆われた場所がこの公園には多く存在しているのだ。どうする？じゃあ誰もいない。まあ夕方にね、クマさんと小林さんがいたからね。移動します。どこへ行く？じゃあ他の場所に行こう。他の場所へ。じゃあ順番に淀橋署に行きます。淀橋署行こうか。俺は新宿淀橋署へ向かった。
俺はヨドバシの前へとやってきた。あたりはすっかり闇に覆われているが、ヨドバシの入り口は人々を招き入れるかのように淡い明かりが灯されている。誰も出てこないってことは誰もいないってことか。じゃあ移動しよう。移動。どこに行く？中に入れんのかな。今中に入る用事はないな。はーい、じゃあ他の場所に行きます。どこ行く？じゃあ新宿駅西口に行きます。西口に行こうか。俺は新宿駅西口へ向かった。俺は新宿駅西口へと足を運んだ。途絶えぬこの街の明かりは眠ることのない街並みを見せ続けている。この明かりが途絶えた時は新宿という街が存在を消す時だろうか。いつか訪れるかもしれないその未来は少なくともまだ当分先だろう。どうする？ここに来るとね、ハイトダイヤモンド思い出すよね。移動します。どこへ行く？まあ誰も出てこないから誰もいないってことか。南口に行ってみます。南口に行こうか。俺は新宿駅南口へ向かった。俺は新宿駅の南口の広場で足を止めていた。二つのビルが光を放ち、自らの存在を主張しているようだが、間に立つ木の方がよほど存在感を放っているように見える。どうする？いや、誰も出ないね。移動しよう。どこへ行く？じゃあ東口に行きます。東口に行こうか。俺は新宿駅東口へ向かった。俺は新宿駅東口にやってきた。自然に形成される闇を打ち消すようにいくつもの人工の明かりが輝き続けている。夜が更けるまでは明かりは灯り続けるだろう。んー、誰もいない。どうする？ちょっと見てみようか。見る。何を見る？周囲。昼間は時間によってまちまちな人の姿も日が暮れれば多く行き交う。無数に点在するネオンや街灯の下を流れるように過ぎ去る人々。歩く人々からうっすらといくつもの影が伸び、交差する姿がふと目に留まった。人が歩みを進めるごとに影も薄く伸びていき、別な光源から新たな影を生み出される。人が歩みを止めない限り、その連鎖はいつまでも続いていく。歩く人にとっては意識もしないようなその存在なのだが、今は妙に印象的に映った。明日には忘れてそうなテキストだな。移動しよう。どこに行く？じゃあどうしようかな。アルタ前に行こう。アルタ前誰かいるかね。夕方は唐津浜さん出てきたけど、アルタ前に行こうか。俺はアルタ前広場へ向かった。人々の雑踏が俺の周りを囲う。ここアルタ前広場では当たり前の光景だ。新宿に来る者が必ずしもここを通るわけではないのだが、毎日多くの人々がここを通り、アスファルトを埋め尽くすように過ぎ去っている。どうする？ここに来ると神宮寺シリーズでみんなはどのシリーズを思い出すんだろう。私は夢の終わりにを思い出すね。ここは移動します。どこに行く？じゃあ、東口は行ったか。じゃあ靖国通りに行きます。靖国通りに行こうか。俺は靖国通りへ向かった。俺は靖国通りへと足を運んだ。新宿駅東口から歌舞伎町を訪れる者はまずここを通っていくだろう。ネオンライトに照らし出される街路樹はひっそりとその場に佇み、
道行く人を見届ける。俺も何度この街路樹に見届けられているのだろうか。くう、誰もいない。どうする？移動します。どこに行く？靖国通りに来るとガモを思い出すんだよね、私はね。じゃあ繁華街に行きます。繁華街に行こうか。俺は新宿の繁華街へ向かった。俺は繁華街にやってきた。色鮮やかな看板を左右に望みながら多くの人が行き交っている。いない。誰も話せないよね。今話すべき相手はいない。じゃあ移動しよう。移動。どこに行く？じゃあ花園神社に行きます。花園神社に行こうか。俺は花園神社へ向かった。俺は花園神社へとやってきた。境内は静まり返り、わずかな人の姿を見て取れる。この時間ともなると参拝客の姿はほとんどなく、都会の喧騒を離れたい人がこの場所を訪れているようだ。俺もまたそのうちの一人だろう。おお、誰もいないね。もう誰も会えないのかしら。じゃあ移動しよう。どこへ行く？もう事務所行くしかねえぞ。事務所行っちゃっていいかな。あ、ここか。オーガード行ってなかった。オーガードに行こうか。俺はオーガードへ向かった。俺はオーガード周辺にやってきた。目の前からこちらに向かってくる何人かの人々、その中に夕方に会ったばかりの一人の警察官の姿を見つけた。おや、神宮寺さん、また会いましたな。また唐沢浜か。そうだな。どうする？話す。誰と話す？唐沢浜。何を話す？オーガードのこと。唐沢浜はこのオーガードをどう思う？そうですな。それほど頻繁に起こるわけではないのですが、夜間には事故が起こりやすい場所と認識しております。車の場合ですと東側からこの下を通る際、大きなカーブを曲がる必要がありますので。なるほど。何を話す？タバコのこと。唐沢浜はタバコを吸わないんだったな。何を言い出すんですか。本官がタバコを吸うなどと。そもそもタバコというのは本人の体調を損なうだけではなく、周りの人に対する多大な迷惑を被るわけでしてな。いや、すまなかったまったく、なぜ唐沢浜にこんなことを聞いてしまったんだ。疲れているのだろうか。まあ、こんだけ歩き回れば疲れるよね。何を話す？巡回のこと。今は巡回の途中か？はい、新宿の治安を守るためこうして街を見回らないことには治安は回復しませんからな。唐沢浜のような警察官のおかげでこの治安は保たれているからな。いえ、まだまだです。この街では犯罪が多発しております。それらがなくならない限りこの街の治安が保たれているとは言えませんぞ。そうだな。それでは本館は巡回に戻りますので失礼します。ああ、またな。唐沢浜は人混みの中へと消えていった。どうする？唐沢浜しか会えなかったね。移動しよう。どこへ行く？もう全部行ったよね。じゃあもうちょっとなんか人会えそうな感じしたけどね。じゃあもし私がやり損ねてたらまた編集して別の機会に撮るよ。
というわけで事務所に帰ります。もうすっかり日も暮れ、徐々に体温が奪われていくのを感じる。今日は随分人に会ったな。だがさすがにそろそろ人と会うこともないように感じる。事務所に戻る？はい。事務所に戻ろうか。俺は探偵事務所へ向かった。俺は再び事務所の前へと戻ってきた。日が暮れたこの時間でもまだ一日の終わりはまだ先のことだ。歌舞伎町の夜は長いのだから。どうする？移動。どこに行く？またこっから他の場所行ってみようか。ちょっと行ってみるね。ダメ、特に何もなかったら、ショートカットするので何箇所かさまよってみたんですけど、特にさっきと変わらなかったので、また事務所に戻ってきました。というわけで事務所に入ろう。移動。どこに行く？中に入ります。さすがに俺も疲れを感じ始めていた。事務所に戻ればお気に入りの酒が俺を離してはくれないだろう。は？このまま事務所に戻ろうか。事務所に戻る？はい。そろそろ戻ろう。階段を上がり事務所へと向かいながらも、まだ俺は立花のことが気にかかっていた。彼が本当に遠間望みに危害を加えたのだろうか。本当にあの詩を書いたのだろうか。考えれば考えるほど不審な点は浮かび上がってくる。しかし、あとは熊さんをはじめ警察の手に委ねるべきだ。そう思い直して、俺は慣れ親しんだ事務所へと帰っていった。はい、ありがとうございました。こんなにまたあっさり終わっちゃうんだね。結構街さまよって、長くなっちゃったんで、途中でまたぶった切って編集してお送りしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。